はい、乾杯。はい、乾杯。もう一回、もう一回の乾杯でございます。あの、新年会ね。はい。明けましておめでございます。明けましておめでとうございます。いつまでね、明けましておめでとうっていうのはさ、いつまで言うんだろうねっていうね。今日までぐらいですかね。今日までぐらい。今日までって今日何日？6日？ 7日？今日7日？そんな半端な日？この日程がわからないっていうのが。七草がゆ。うぶとうぶとあるあるみたいな。七草がゆなの？七草がゆって11とか。なんかいつそれも分からないっていうのが。なんかじゃねえ。ありましたよね。なんか。三が日だけなんかなとかさ、コロッケうまいわ。これ頼んだ方がいいよ。マジっすか。さっき1個ですかって言われたら1個って言ったってさ、うん、今日さ、あの子いこかわいいな。赤ちゃんが産んでるなと。あの、うん、1個ですって言ってさ、いやいやいや、さっきも言ったけど、はい、あの、3人で飲んでんのにさ、はい、あの、相席になった別の人みたいな感じのメニューは、うん、私は一人で頼んでんだけど、はい、全然いいんです。でみんながカツカレーと唐揚げとか食べてるからか、そうですよ、おいしい。こうやって飲むのも 何ヶ月ぶりなんだろうっていう、この間前誰かお客さんが来てた時に飲んだとかじゃない、多分磯貝さんとか、こんなぐらいちゃう、マジで。そういつだよっていう、それ以前、でも本当はもう半年以上経ってないですね。経ってないですよ。本当4ヶ月とか。わからんよな。あの、どこにいるんですかって言ったら、あの、私らがね、我らが、もう我らがっていうご用達。うんうん。我らが、はい、和食ダイニング、和食屋さん、はい、影武者。影武者です。影武者、影武者でございます。影武者に。遠くで 赤帽がイーって時々鳴くねんけど、今日はね、さっきも言ってたけど、はい、ウエスタンのお客さんばっかりが揃ってますね。本当に。ここな、な、客室どれ、客室ちゃう、客室が50ぐらい50ぐらいですね。うん、50ぐらいのガーデンレストランっていうんですかね。ガーデンレストランって言うと、まあおしゃれですけど、まあおしゃれでしたね。おしゃれですね。うん、いいですね、そこの9割今埋まってて、はい、ウエスタン、全部ウエスタンじゃないですか、私ら以外は。ね、1、2、3、4、ナスさんのカップル、あそこもカップル、5、6、あそこもカップル、なんだね、7、8、私ら入れた8組中、7組がウエスタンのお客様で、これがな、もうほぼ全員ぐらいインドネシア系の、インドネシア系というかインドネシア人のお客さんだったりする場合も、インドネシア人とウエスタンのねコンビとかもあるけど、そういうのがの日もあるやん。めっちゃ日本人ばっかりの時もあるやん。ここ本当になんかコストパフォーマンスがいいんだよ。コストパフォーマンスがいいしね、はい、何がいいってこう愛あふれる、あのオーナーさんがね、名古屋出身のオーナーさんがですね、これ3個あるやん、だし巻き。食べていいよって言うけど、こう食べたら怒られるやつな。そう、食べて、食べてって言って食べると吹き矢が、ほんまに食べんのっていう、そう、吹き矢がね。そうね、まあ何ヶ月かぶりに飲んでるわけやけどさ、はい、あの、私飲んでるモヒートって、あのアラックモヒートっていうね、アラックっていうヤシの、はい、焼酎、はい、ヤシの蒸留酒のモヒートですね。私飲んでますけど、君らビンタンビールを飲んでんだね。私ビンタンですね。僕アラック飲んでますよ。あ、そうなの。アラックモヒート飲んでます。アラックモヒート飲んで、ビールも飲まずに。ビールまだ飲んでないですね。あ、でもなんか一人グラスあるけど、あ、あの、これはジョッキーみたいな、はい、で、この人はなんでこの唐揚げ頼んで唐揚げは食べてない感じの。もったいない、周りの野菜ばっかり食べて。多分もったいない症ですよ、この人。これで10時まで行こうと思ってるのね。で、私にこう突き出しの枝豆食べられて。ね、マミさん来てないね。あ、来てます。私も食べて終わりました。早い。はい、豆は食べて終わりました。ちなみにここ6時までに入ると、夕方の6時までに入ると、あの、つかないですよ。あ、そうなんですか。これが、うんうんうん、な、まあそういうことなんです。逆にでもお昼の2時か3時ぐらいまでは定食が、定食のセットがあるんで、定食がまたいいんだよな。お昼に来ても夜に来てもいいっちゅうね。ありがとうございます。あの、ほうほうほう、雨がね、さっき降ってたのに、私が家を出る時からもうほとんど雨がやんで、そう、持ってるねっていう話やねんけど、うん、すごい降ってましたからね。そんなバーッと降ってたね。いや、でも、うん、ウブド方面から、私の家はちょっと、まあ、ウブドの郊外というか、車で10分の、このウエスタンのお客さん何しに来はったよね、私はね、横に、はい、ね、散歩、あ、お手洗いじゃない、お手洗いあちらですよ。日本語で言ってる、はい、私言っていただいたら分かるんですけど、お手洗いはあちらです。なんすか、あの、戦争、
一周回ったね。なんやろね、一周回っただろうかな。まあいいや、今日ね、はい、私あのデンパサールっていうところにいろいくつか用事がありまして、はい、行ってきたんですけれども、はい、一つね、今度またジャカルタっていうインドネシアの首都でね、家畜のように草食べてるけどさ、はい、ジャカルタっていうところで年に 3,4 回イベントをね、キャラバンっていうイベントでバザーを、はい、バザーって日本のバザーってフリマみたいな感じやけど、イベントですね。そうですね、広いところを借りて、出店者を募り、はい、そこで私が、一般公募してるわけじゃないねんけど、こういうとこがあったらよかろうかと思って、はい、いろいろ選んでですね、縁があるところとお願いして、それでイベントやってるわけやけど、今度また2月にね、はい、行くわけやけれども、はい、最近ね、忙しくてなかなかこう、はい、知ってるお店さんね、継続みたいな感じでやってたんやけど、はい、まあ、ちょっと初めてのとこなり、はい、久しぶりの食い取ったっすよ、声かけようと思って今回やってんですよ。実はもう1ヶ月切ってんだけど、はいはいはい、そんなのんびり、いつも2ヶ月前ぐらいから準備してんだけどもう1ヶ月切ってんのにのんびりそんなやってんねんけど、今回はある1店舗にですね、はい、声をかけに行きまして、私も前もって先週電話してんねんけど、まあ、直接興味がおありなら直接私お話しさせていただきますって言って、はい、で興味あるからぜひ教えてくださいって言ってもらって、はい、実はまだ決まってないけど、まあ、決まってない段階で言わせてもらったら、はい、クプクプボラドニアっていうね、クプクプボラドニア、ボラ、まあ、ボラドニア、クプクプサル、ボラニ、ボラノニア、お洋服系ですか？まあ待って、はい、クプクプ、ちょ、ボラ、ボール、ドゥニア、わかりますか？はい、世界っていう意味なんでワールドなんですけど。ボラドニアっていうと、ボラドニアで一つの単語なの。ボールの世界、何でしょうか。ボール、違うね、世界のボールだね。地球儀、そう、クプクプボラドニアで地球儀なんですか。あなた正解。そうやね、ボラドニアっていうのが地球儀のことを、うんうん、言うんだと思うんだけど確かめてないんですけど、なぜかって言ったらそこのブランドの、はい、こんなんですかロゴ、うん、まあ、地球儀みたいなの上に蝶々がおんのよ、だから多分地球儀やと思ってくれんけ ど地球儀と蝶々のマークのですね、地球ってことかな。ボラドニアだもんね、地球ってことなのかな。地球でも文明、文明、文明は大地みたいな、大地、まあまあそれはとにかく調べるけど、地球かもね、はい、今思ったけど地球儀でもない、まあそれはとにかく調べるとして宿題とさせていただくとして、その地球儀みたいな、まあ地球と蝶々が乗っかってるマークで、分からへん、君ら分からへんと思うけど、君ら何年住んでるの。5年、6年、4、5年住んでて知らんのはね、やっぱ今時の、今時の、そうですね、たった4、5年ですね、たった4、5年です、今時の住んでる人やと思うんだけど、昔から行ってる人は、ああはい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 ってなると思うんですけど、チャララーン、チャララチャラチャーン、チャララララララ誰か知りますこれ、チャララタタララ、あれチャラララチャラチャラチャーン、心どもまた続くで、チャチャチャラチャ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 ティリリッティティティ、クプクプボラドニア、知らん、これラジオ聞いてると知ってるはずやねんけど、今時のその人はラジオを聞いてクプクプボラドニア、ね、これ何かといえばもう有名ブランドでございましてですね、日本で言えば、はい、ネスカフェとかユシシみたいな、おー、ユシシとネスカフェって同じ会社、知らんわけど、まあ要は要はコーヒーの一大ブランドでございます、はい、バリで一番有名中華、まあ外国人は知らんけど、うんうん、
もうインドネシアバリでコーヒーメーカーっつって一番の歴史と知名度を誇るクプクプボラドニアは、各スーパーバリ島各スーパーですごい売り場面積を取って販売しておりますので、あなた方は商品を見たらここかって知らんクプクプボラドニアこう茶色いやつで、まあ大概茶色いねんけどさ、今時のあれクプクプの真似してんやろうけど、茶色いやつでなんかこう字が書いてあってですね、あの透明のビニールとかじゃないねん、あ透明のビニールの安いバージョンもあるけど、茶色いこうアルミのパックと、あと真っ金色、ホワイトルワークの会社はまた別ですか、あれ別ちゃ金色のクプクプボラドニアのコピバリゴールドね、おーゴールドが私は好きなんですけど、なるほど、あのそこです、うん、そこに私あの電話しまして、私ですと私です私ですって言ったら誰ですかって言うから、あのウブドのナオミですって言うとですね、どうなるかって言ったら誰ですかと聞かれて、そりゃそうだよな、ウブドのナオミです知らんと思うけどって言って、ね、ウブドのオードリー・ヘップバーン、うん、ウブドのオードリー・ヘップバーン、そんなことないけど、オードリー・ヘップバーンって被るところがないよね、ほんま卵は食べていいよ、あの私のね、はい、Facebook とかインスタとかご覧になってくださってる方がね、あの、まあ、若干いるんですけど、その人たちがはい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 って言うけど、私ちょくちょく電波さんに行ったらコーヒー屋のさ、はい、ことか載せてますでしょ、あ載せてますね、あそこですね、あそこがもともと一番古い電波さんのオフィスがあって、はい、今も大きいあの別のところに工場とオフィスもあって、うん、クポクポボラドニアさんが出してるコピバリハウスっていう、サヌールのバイパスなりウブドマの坂がガッと上がった左手にビスマに抜ける道の横のところにコピバリハウスっていう大きいのがあるんだけど、まあそういうあのなんていうんですか、直営のコーヒーショップも持ってはんねんけど、はい、あのそこですね、私年末はちょくちょく行ってるんで、あの電話した人、はい、まあ、そして担当 の, あのマネージャーみたいな人が、はい、ウブドの生身さんかって言うけど、多分ねあの顔見たら分かると思います、ちょくちょく行ってるからあそうなんやみたいな、あそこはねカジュアルな、はい、あの面白いスタッフがいて、であのマーケティングの、あ そ, こそこはねインドネシアの中華系の人らで、うん、ファミリービジネスなの、うん、うん、なんか気になりますね、輸出のなんていうのディビジョンっていうの、うん、なんていうのなんかそういう部門をやってる女の子、孫かなんか知らんけど創設者の、はい、僕は結構仲良かった、うーん、私にからね、ほんでそのねデンパサールにさ、はい、昔の元々の会社であり今もオフィ食べかけ今もオフィスがあってコーヒーも軒先で飲めるみたいな、なんとも言えんローカル感がいいね、ビネカジャヤっていう、何だろビネカジャヤっていうのかな、分からんけど、分かります、行ったことあんのんちゃう、スラウェシ通りから上に上がってこうガジャマダ通りに、まああんだけど、はい、でそこにもさあのそのなんかいろいろその、まあ、一族でやってんだけど、あのカフェ部門のトップとか、はい、その輸出部門のトップの人とかいろいろおんねんけど、そこにさ、まあ、経営者なんやろうなと思って今回名前も知ったんやけど、はい、経営者の一族なんやろうなっていうさ、年の頃なら50ぐらいのロン毛のお茶兄ちゃんみたいなのがおんの、お髪の毛グッとくってて、それがね、まあ、私10年前ぐらいか知ってんだけど彼のことは10年以上前か知ってるけど、何に似てるってね、もう見またまったぞなんですよ、完璧にあの金八先生のバカ、あの人だから書いてるのかもしれんけど、金八先生のモノマネをしたはる人おるよね、バカチンガーっていう人ね、はい、かります、まあ、バカチンガーっていうのは本来、まあ、金八さんが言ってんだけど、すごいあのお笑いの人な、もうね、わかります、あれ本人って思うね、あ本人なの、いや違う本人じゃないけど私あまりにも似てるからそこの会社のスタッフに見せて、まず写真を三股又三の、はい、だからめっちゃ似てる、うちのボス出てきてね、日本人へーって言って本人にも見せたんですか、てか持ってたんですね、写真を見せたことがあるの、何回か写真撮ったりしてんだけど一緒に、何回か写真一緒に撮ってバリの三股又三って嬉しくない、いろんな人がえ本人ぐらいの、またまたゾウさん似てはんねんけど
今なんすか今言って、ま、満足したみたいな。2000年とにかくじゃあ年末あるベネカゼラっていうところにいると、はい、まあ、半分フィフティフィフティの確率でおるから、その人ミマタまたぞ、ほんまはミマタさんと喋りたかったけど今日おらんから、はいはい、別のマネージャーの女性の方と喋ったんやけど、はい、あのまあ何ですかね、リアクションとしては上々でですねやってみたいなって、あのジャカルタにもなんかオフィスあるそうなんで、あのジャカルタのイベントにはすぐ出れますので、うん、いいですねっつって、いいじゃん出てよっつってさ、コーヒーね、そらーいい、あのバリコーヒーって感じか、あの、ま、豆割りの何でもある、何でもある、何でもある、あのカリマンタンなり、何マンタン、何なんすか今、ガソリマンタンとか今なんかエロいワード言うかなと思って子供から小学生から聞いてねえんだよ私の話は、ガソリンマンタン、カリマンタン、カリマンタン、うん、ぐらいでね、あのいろいろ持ってんのよ、いろいろ持ってんの、でそのもちろんバリのコーヒーも持ってるし、おいいっすね、あのルアクも何でも持ってて、歴史がちゃうから、最近ね、まあいいですよ別にコーヒーブームでしょ、はい、第2や第3やね、いろいろまあまあいろいろあってさ、それでいいけど、はい、歴史がちゃうもん、なるほど、100年、いや100年はやってないけ ど、 あの彼らのじいさまがやってんのかな、だからもうな60年とか560年ぐらいやってんじゃないかな、そんなんですよ、クプクプボラボクルクプクプボラドニアボラドニア、チャララーンってバリジンがニヤニヤ笑う、クプクプボラドニア、ディリリンニー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 ラジオね、あだからスポンサーになってるわけよ、だから番組 の、 あの CM でかかるわけよなるほど、うん、そんなレベルが違うんですよ、レベルが違う、ボラドニア、いやだってクプクプの工場あれやで、東京ドームみたいな話やで、私せあのセセタンっていうところにあんだけど、そんなレベルやで、悪いけどそんなこの 2,3 年で始めたようなコーヒー屋と分けちゃうからな、なぜ今まで出てこなかったちなみに私さ覚えてる、この間さパックマンさんにさ私お土産渡してたやろ、はい、あ渡してました、いやずるい渡してるって言ってたじゃん、はあ、あれそこのやねマジっすか、うん、なぜならコーヒーお土産に買いたいと思ってさ空港で買ったバカみたいやん、はい、ほんでさあのそのコピバリハウスっていうのがバイパスにあんの、ほうだからあーコーヒー買うたらよかったって言って空港行く前に寄ったわけ、おその店で買うて、そうやバリといえばクプクプボラドニアのそれもゴールド買うて、いい、ね、私めっちゃ欲しかったって喜んであったけど、いい、ね、そこまでしときながら、はい、クプクプボラドニアを呼ぶのを忘れてたなるほど、何やってんだろうっていうね、ありますね、はい、そういうことポーンって抜けてる頃ねうちの店自体はね もともとそのクポクポさんのコーヒー使っとってん、ほー、うん、でメーカーのマシンもあのそこで買うたし、今でこそあのコズミックコーヒーっていうさ、はいはいはい、あの金玉りのオーガニックコーヒー、まあ、使ってんねんけど、はい、コズミックさんは、はい、もうあのすごい小さい規模であの必死のパチでやってはるから、そういうイベントに参加できるようなそのあれがないっちゅうことで、私が、まあ、ちょこちょこ持ってったりもしてる程度やん、はい、だけどクプクプボラドニアはもう出しますと、あ出しますっていうか、まあ、やるなら自分らでできます全然って言ってくれて、なんていうんですかね、出店者さん の、 その、 あ の、 あの数に限りがありますんでスペースが、早めにお返事くださいっつってさ、はい、今あの待ってる状況なんですけど、楽しみです、ね、多分あの3日以内ぐらいにあの勝手に来て勝手に言っててせかすのもなんなんですけど3日以内ぐらい返事くださいって言ったら、そのイブが笑っとったけど、うん、はいはいなんつってね、早いのが好きなんでも私ね、ということでですね、そういう新しい古くて新しい、出店者さんが決まったらですね、はい、まあ、東京ドーム何個ってことあるな、東京ドーム1個はないかもしれんけど、うん、ぐらいのよ、もう向こう見えへんぐらいの工場見学でもぐるーっとツアーで回って、もう何ちゅうやろな、広さ分からんわ、うちのガーデンとうちの店の6個分ぐらいの工場ですよね。めっちゃあのそれが工場なんですよ、ね、だって焙煎機とかがもう何ちゅうの上見えへんみたいな、いやいや分かる、あれ焙煎機ちゃうな、なんか知らんけど、うん、もうなんかタンクよ、あのなんていうの、君ら北海道民やから言うけど、北海道のあのほら牧草をさ
なんか貯めてるタワーみたいなのあんねん、はい、あんなあったもん。あ、何してんのか知らんけど、新日鉄みたいな。私村近いんで、新日鉄村の、はい、まあ、知らないですけど、そういう話ですよ、はいはい、ですので、あの、参加してほしいなと。必殺交渉人です。まあ、君らはね、あの、ちょっと今回、あの、はい、あの帰国とかさ、重なるっていうことで、はい、これ、あんま違うなというか、ほんまに1個分けて、だし巻き食べて、ちょっとかぶるんで、あの、あれやということでですね、オタクをあの潰す勢いで、あの別 の、あの同じジャンルのところに今交渉中でですね、潰そうかなと思ってますので、やめてください。もう潰したり潰されたりね、怖い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 、何が起こるかわからない。下克上ですか、怖い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 、本当にもう何もあれですよ、気を抜いてたら。そうですね、そう、潰したり潰されたりね、本当ですよ、もう潰しとけ、潰しましょう、そうですよ、本当にもうレベルとラベルがちゃうとこ見せたらなあかん。ということでですね、そんなことがあって、はい、今回ね、あの、君らはあれですけど、ヤカルちゃん、私すげえ久しぶりに新しいところですね、分からん、結局やっぱ無理ですなんだ、あの、今、あの、皆さん分からないと思いますが、吹き出しましたから、あの、飛びましたから、ここまで言ってこぼぼぼらどるやでえへんのかいつさん。そうです、うん、そういう可能性いやいや、まあまあまあ、まあ、今回2月 ね、時期がね、ちょっともう1ヶ月切ってますから、あの、次の、まあ、一応5月ぐらい考えてるんですけど、5月ぐらいになるかもしれへんけれども、あの、あ、その三又さんの兄貴が、はい、実の兄貴がジャカルトの話が、三又さんってその方くぶくぶな方ですよね。そうよ、なんかね、イラワンか、はい、なんイラワンかなんか言う人やねんけど、はい、兄貴がジャカルタにいるらしいから、これね、出る暁には多分ね、彼が来る。なんかまた出た、口から三又の兄貴 三又の兄貴が出てくるから、あの、二股ぐらいの、二股ぐらいのですね、二股さんぐらいの、はい、人がですね、出てくるんじゃなかろうかと思って、私はこれ飲むなら飲んで、バーバリーブレンデッドって、なんだ、バーバリーブレンドね、ウイスキーですね、これすごいですよ。何ですかこれ、何かのバーバリーブレンドなの、バーバリーがもうスコッチ作ってんの、もともとよくわかんないですね。これうちの兄貴ね、義理の兄貴が、あの、先生と呼ばれる仕事をしてましてですね、です先生、こんなん飲みますかって言って、なんか見たことないですよこれ、本当に、あの、アパレルのバーバリーの、バーバリーここまでやっててバーバリーのパチモンではないですね。バリやないねんからね、かぶさってんのかなと、違いますよ、ラジオでは分からないと思うんですけど、その飲む人おらんねん、うん、そうか、うちの佐藤ちゃんもそんな、まあ、こんな、まあ、あったら飲むんやろうけどさ、ちなみに封開いてませんからね、これ。ああ、ピンチ、うんうん、しかもこれ、あの、20年で書いてますよ、お前、ウイスキーもスコッチ持ってきてるっちゅうのに、お前、ラック飲むつんがん、まあ、20年このハゲーって言われるんやけど、まだハゲかかってるだけで、まだハゲてない、ハゲてるのってね、ハゲてるのってタケちゃんがね、いや、タケちゃん言うてるが、タケちゃんがもうね、何かな、あの、無邪気に聞くでしょ、タケちゃんラジオ聞いてることないからあれですけど、この間私、あの、コシヒカリもらってですね、あの、今日食べてきました、ものすごい美味しいですって言ったら、よかったねって、子供たちが喜ぶなら嬉しいなって、うちのおじいちゃんみたいな時だね、なんだね、あの人ね、あの、この気持ち、いや、子供以上に喜んでる私がこの気持ちを、ハグで表現します、ハートってこと待ってるって来てたんで、あの、ハグしてやらなあかんなと思って、私もね、待ってるんですけれども、ね、あの、まあ、そう、ストレス半減、はい、ストレスハゲってストレスハゲ、うん、まあ、そんな感じですね。あの、ジャカルタはそういうことで、あとね、今回ね、あの、もったいぶってるイベントってこの間誰かが言っててさ、すげえおかしかったけど、あの、生島商店っていうね、私、あの、生島直美って、伝説になりそうな、始まってもないのに、そう、伝説になりそうな、あの、生島商店っていう、あの、いつものバザーとは違う、まあ、いつも私はシシっていうカバン屋をやってて、そこの商品を、まあ、バーッと持ってて、シシのパンダっていうのが要は見せ物となってですね、看板となって上野動物園盛り上げてるみたいなもんで、シシのパンダとなってシシをまあ盛り上げてるね、でキャラバンというイベントを盛り上げてるつもりなんですけど、生島商店に関しては、はい、もう、あの、ある程度勝手にさせてもらおうと思って、あの、私が個人で作ってる、あの、白菜の漬物から味噌からニンニク塩麹から、はい、あと、まあ、あの、なんていうの、それこそ、あの、ね、なんか普段私がの食べたり飲んだり使ったりしてるところのものを紹介したり、スブーさんが参加しますんで、スブーさんが今度セミオーダー受けたい、ついに、そうだから、プレタポルテ、これでセミプレタポルテですね、プレタポルテ、さすが元、あの、アパレルメーカーにいた、
方が言うことなんですけど、まあ要は決まってる方でこの生地で作ってほしいとか、ちょっと短めにとか、それぐらいに対応しようと思ってやりたかったみたいな。やっぱキャラバンだとできへんやん、わわわわなってるから。で私もそれに、負けてられへんから、じゃあうちもあのお直しを受けますと。お持ち手がちょっと汚れてきたから持ち手だけ変えれたらええねんけどとか、あのキッズパンツのゴム切れてるとか、そういうのとかにあのつけたら、あすごいの、もうすれたら本当に神秘みたいなのね。嬉しい、嬉しいやろ、長く作って使っていただきたい。いやまああのそこそこでね買い替えても欲しいからさそうなんですよ、ね、まあ、それをまあジレンマ、ジレンマ、ジレンマもあるんですけど、ジレンマの間は悪魔の前だけどねあのまあそれも受けてみたり、あのお話し会ですねやってみたり、あの某いいです、ね、某かで J さんのアクセサリーのワークショップも決まりましてですね、 あとは何でしょうか ね、あの何しましょうかね、あの今なんか あのねカンドゥーラっていう私がすごい気に入って使ってるバンドゥの陶器屋さんがあるんですけど、そこ の、 あのずっとオファーして昔、はい、アディプリーさんの時に1回出してくれた時があって、はい、あの昔やってたイベント、もう3年以上前にやってた時に一瞬出してくれてんけど、うちのキャラバンがあの結構集客というかお客様来てくださるでしょすごいっす。それが大したことないと思ってたみたいで、お皿やカップなりを20点ぐらいしか持ってこないてなかった。いやいや200枚持ってくるとこやろってとこやろ、か20点ぐらい持ってって、あのすぐ売れて終わりみたいな。だから今回はちょっとちゃんと、まあ、200とは言わんでいくしましょうってやから、そこまでの集客があるかどうかわからんけど、あのもうちょっとちゃんと私がこのラインあの日本人で受けそうっていうのを選びますので、それである程度持ってきてくださいっていう。アンティークですか。いや違う違う違う、その人らが作ってんの。うちにさ可愛い三角のお皿あんの知らん。三角のお皿とかほらアルファベットの持つなんかマグカップとか、はい、見たことめっちゃ可愛いの。バンドゥーラめっちゃ売ってんの。並べてるやつですか。並べてるやつ。あ、わかる。やっと思い越しを上げましてですね、行ってみようかなと。いい、ね、ブロッコ M という、あの、あ一時期ね、あのあね、なんですか、アジア大会のバスケットボール部 の、 あの、はい、バスケットボール部じゃないな、バスケットボールの男の子が4人ぐらいね、ほんまにね、いろいろね悪さしましてですね、あの悪名高きに一時期なってしまったんですけれども、あのまともなお店も全然普通にあるやん、まともなお店ばっかりやん。その中でちょっと ね、 もうねこの話したら長いからもう言わんけどさ、日本人のね、おじさんたちだけじゃないですよ、バスケットの子らの24ぐらいのおったらしいからね、もうね収めよバカか。この話は長いのもしませんけれども、ブロックM は迷惑ですよ、一般の普通のお店なり、ね、普通にね普段あのカフェもあるし、はい、あの住んでる女性の方々、私みたいなあの主婦って主婦じゃないけど私はあのみたいな方々もね、はい、普通に買い物行くようなスーパーもあるやん、うん、ありますね、あそこら辺は。ブロックMって言ったらもう悪の巣窟、ブロックMみたいななったらしいんですけど、ブロックMで住んですよ私、実はね。ブロックM全然楽しいっすよ。楽しいよね、楽しいっすよ。ラーメンあるしな。ブロック M 楽しめなかったらダメですよ。2万8000か、3万8000か、居酒屋だったりしてですね、全然楽しいんですけれども、はい、そこでやることになってまして、はい、生島、商店ですね。危険でもないし、でほらこれほら手ぬぐいもね、生島商店オリジナル手ぬぐい作ってますから。ののかちゃんが、そうそうそう、うちのね猫が彫った消しゴムハンゴで生島商店、あのね実はまだ1枚しかなくてサンプルが消しゴム商店ってすごいよ。そうそうそう、これののかちゃん彫ったんだよ消しゴム、すごいでしょ。めっちゃあのね大人顔も、これからね、そうあのちょっと手ぬぐい用ね、私あの一枚一枚私作ってって、多分10枚ぐらいしかできると思うねんけど、手ぬぐいはいいですね。何がしたいんかよう分からんけど、あの興味本位で来てもらったらいいなと思ってるイベントでございます。その辺を、ちょっとやっていきたいなと思ってる、はい、2月でイベントでございます。もしかしたらクニンガンのね前やったらあそこでできるかも。いいね、できそうなの実は。できそうなんでクニンガンエリアの人も、楽しみにしておいてくださいというなんかね、はいはい、イベントの告知みたいな。レイディオになりましたけれども30分ぐらいと思ってたんでね、ちょうど今29分になってますね。さすがですよ、今回は今日はこれぐらいでね、あの前おったチーママがね、はい、引っ越ししましたもんね。あのチーママと絶妙な掛け合いが良かったんですけども、はい、まあチーママもそのうちまた会うと思うんで、はい、あのクラブ直美もっていうラジオも、ね、復活するかもしれませんけれども、ね、あの、はい、年に1回ぐらいしかできないけど、まあそんな感じでこういうあの何ですか、はい、
勃発的違うな、ゲリラ的に、そうね、はい、ゲリラ的にまあこんな感じでちょっと喋る、はい、私ラジオが一番好きやねんな、実はな、あのブログとか動画とかやってますけど、はい、ラジオが一番好きなんです、うんうんうん、あのやっていきたいと思いますので、はい、どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。怖いぐらい30分やな。それではさよなら、さよなら、さよなら、さよなら。